まずはゆっくり深呼吸から。どうも、達也です。どうですか？皆さん、ちょっとずつね、元気になってきているかなと思います。何かね、こうメンタル的に一回落ち込んだ後に何かこう自分をね、こう今の状況を変えようと思って何かに取り組むとき、なかなかこう、なんでしょうね、始められないとか、そして、続けられないっていうね、パターンがあると思うんですよ。で、そんな時はね、絶対に続けるんだとか変えてやるんだっていう思いよりも、試してみて合わなかったらやめちゃおうとか、一回だけ、やってみて、すぐやめちゃおうぐらいのスタンスで物事を始めちゃった方が結構ね、案外うまくいくことが多いんじゃないかなと、そういうね、お話をしていきます。ね、結構多いと思うんですよ。やらなきゃいけないとか、朝散歩とかも、その、やった方がいいよねっていうのはわかるんですが、なかなかね、こう、うまく続けられないっていうことがあったりとか、ちょっと気が重くなっちゃったりね。で、そんな時はこう、なかなかこう、完璧を求めずに、とりあえずやってみる。ね。すぐやめちゃおうと。嫌だったらすぐやめちゃおうというスタンスで始めてやめちゃう。ね。やめちゃうっていうかもう、とりあえずやってしまうと。でそういう気持ちでやると、まあ言っても合わなかったらすぐやめるからなという考え方で、ね、取り組めるので、あのこう気持ちが重くならないんですよね。逆によし絶対に変えてやるぞと、打破してやるぞと、そういう気持ちで取り組むときって結構ねこう荷が重くなるというか、やらなきゃいけないっていう考え方が先行してしまって始められないパターンのがね、多いこと。そういった感なんじゃない、多い気がするんですよね。なので、そう完璧を求めずに、ずっと継続しなきゃいけないとか、これで自分の人生がとか、そこまで、考えずに、とりあえず、まあ、合わなかったらすぐやめちゃおうというスタンスで始めてみて。で、案外、うまく、なんでしょうね、やってみたらよかったなと思ったら続けたらいいし、本当に合わないなと思ったら、別の方法を考えてもいいだろうし。そうやってちょっとずつね、こう、なんだろう。自分ができるような形で、いろんな物事に取り組むっていうことをね、やってみて欲しいんですよね。そう。ね。特に、その、朝散歩しようとか、運動を始めようとか、呼吸法のトレーニングを続けようとか、瞑想やってみようかな。朝のジャーナリングね、紙に書き出すことしようかなとか、こう、いろんなね、ことに挑戦しようっていうのはあるんだけれども、これもやらないといけない、それもやらないといけない、継続しなきゃいけない、真面目にやらなきゃってなっちゃうと、始められないし、続かないので、そこをね、一旦置いといて、やってみて、合わなかったらすぐやめちゃおうとか、一回だけやってみて、やめちゃおうとか、それぐらいのね、スタンスで、物事に取り組めると結構ね、サクッとできるんですよ。どうせやめちゃうからねっていうのと同じで、でそれをよくなんでしょうね、ホテルのバイキングを使ってこう説明したりするんですけども、とりあえず食べてみようと、ね、あったら食べるじゃないですかね、それが、ね、美味しいかとかわかんないけど、とりあえず食べるじゃないですか。でそれが無料だったら皆さんこうなんでしょうね、あんまりこう考えずに、難しく考えずに、あったから食べてみたんですよと。で、そういうスタンスでね、いろんなもの、あれもこれもそれもってこう、試せると思うんですけど、それが、なんだろうな、今後それを食べ続けなければいけないとか、一度食べたら全部食べないで、一度食べたらこう、なんでしょうね、食べ続けないといけない、完食しないといけないってなると、結構難しいと思うんですよ。風が出てきましたね。はい、なので、ホテルのバイキングとか、食べ放題の料理を食べるときのように、とりあえず試してみるっていう考え方でね、いろいろと挑戦してみてください。ね、こういうちょっと見てくださいよ。川がね、とっても綺麗ですね。はい。で、散歩とかもそうなんですけど、案外、うわぁ、風が強いですね、ちょっと。ちょっと避難しますね。はい。散歩とかもそうですけど、案外ね、こういう川辺とか、自然の中だったら続けられるっていうパターンもあったりしますんで、こう、難しく考えずにとりあえず一回だけやっちゃおうとか、
まあ今日だけやってみようとか、それぐらいのね、感覚でいろんなことに挑戦して、つまみ食いして、試し食いして、まあ試食ですよね。して、あったものだけ残していくっていうね、スタンスにできると、びっくりしましたね。蝶々が飛んでましたね。できると、あまりこう、気が重くならずに、結構気軽に挑戦できて、挑戦できたら、あ、こんなものかと、そういうの感覚もわかるだろうし、案外続くかもしれないし、やめちゃうかもしれないと。ね、こういろいろありますが、まずは試してみると。で、たまにね、こう、三日坊主、ね、三日坊主がこう、良くないっていう話がね、世間で出ますが、大丈夫です。三日坊主って結構僕は結構いいと思いますよ。三日間、試して、なんだろう。その三日分の成長はしますから、ね。三日分の成長はしますから。で、三日やって、やめちゃって、で、またなんか気づいたら三日どっかのタイミングで、ね、できれば、まあ、6日分の成長もありますから、ね。三日坊主ぐらいでいいかなと。うん、それぐらいの、それぐらいでやってみようと。合わなかったらやめちゃおうと。その気構えでやっていくと、一気にね、肩の荷が下りるので、何かを変えようと思ったら、やらなきゃとかっていうよりは、まあ、とりあえず、ちょっと試してみようと。で、合わなかったらすぐやめちゃおうと。それぐらい、ある種適当な感覚で物事に取り組んでいけると、逆に熱中できたり、いろんな物事に挑戦できたり、ね。それってどういうことなの？自分に合ってるの？合わないの？っていうのが分かったり、その分野、そのジャンルってどういうことなのかっていうのが、もう体験を通して、ね、考えられるので、ぜひね、まあ、すぐやめちゃおうという感覚で取り組んでみてもらえたらなと思います。ではね、ちょっと、今回は外で撮っているので、いろんな音が入っていると思いますが、まあ、あまりこう気にせずに、どんどんね、僕も動画出していこうと思うので、皆さんも、世の中のこととか、一旦気にせずに、どんどんね、自分のことも考えて、そういった状況っていうのを大事にして、やってみてくださいね。そしたらね、ちょっとずつ元気になっていくと思います。ではまた、今後もお会いしましょう。またね、ちょっとずつね、良くなると思います。大丈夫です。ではでは。